将軍行く運動場、将軍王運動場、反対あざ、進む軍、沖運動場、英語、都前区安をスポーツグラウンドは、香港深海最高区にある、陸上競技場。球技場としても使用される、多目的スタジアムでもある。香港リーグ校組、すぐるし SC が、ホームスタジアムとして使用している。施設は、香港政府が所有し、行楽及び、文化事務所が、 運営管理を行っている。将軍行く運動場は敷地面積5.9ヘクタールあり、メインスタジアムとウォーミングアップ用、サブグラウンドを備える。メインスタジアムは400メートルトラック、11人制、サッカー対応の天然芝のインフィールドがあり、観客席は屋根のかかった3500席の常設スタンドと、必要に応じて増設できる1500席の仮設スタンドを合わせて、 最大5000人の観客収容人数がある。サブグラウンドは、香港初のウォーミングアップ専用サブグラウンドで、天然芝のグラウンドは7人制サッカーも可能である。この他国際大会開催に必要な諸施設がある。東アジア競技大会開催に伴い、将軍育運動場は、他の地方競技場と設計が大きく異なる。入り口広場、プレス及び応接施設等は、 将軍行く運動場にのみ備わる。これらの施設は将軍行く運動場が国際的な競技場を足り得るように念入りに設計されており、大型イベント開催時の流れや運営上の要求を十分に考慮したものになっている。当運動場の設計に東アジア競技大会香港大会の要素も取り入れており、三日月型のスタンドの屋根は9つの天窓があり、 東アジア競技大会参加9カ国象徴している。また施設の配置についてもオリンピックの五輪マークを参考としている。IAF 国際陸上競技連盟クラス1、公認の陸上競技場で、トラックは400メートル8レーンの全天候補装となっており、伝統的な赤いトラックではなく、メインスタジアムは緑色、サブグラウンドは青のトラックである。 主任設計士がトラックは必ずしも赤いトラックである必要はなく、またベルリンオリンピア・スタディオンのトラックも青であり、緑色を採用することによって、香港の特徴を出すことができると主張。香港新海大学体育学科、雷友特助教授は、国際陸上競技連盟がすでに青や緑のトラックの使用を認めており、さらに屋外競技場のトラックの色の変更によって、 選手のパフォーマンスに影響があるという研究結果もないと主張した。インフィールドはサッカーに対応した105メートル65メートル天然芝となっている。将軍育運動場、渡るし3.5億アーカイブド2008年12月10日、アットザ・ウェイ・バック・マシン、香港政府新聞も、2006年の9月12日、将軍育運動場経営、慶應。 アーカイブド2009年5月28日、アットザ・ウェイ・バック・マシン、香港政府新聞網、2009年5月19日、将軍育運動上堂土土立表紙香港伝、軽運動発展進む歩向前、2009年、東亜運動会館方盲誕、2006年6月17日、ビルディングジャーナル香港チャイナ、2008年9月号、第58ページ、 港東ウン主要緑色報道アーカイブド2009年4月29日、アットザウェイバックマシン、新東日報、2009年4月16日、東ウ運営、N4000 万推進場解散場光る感想学オク、アーカイブド2009年4月22日、アットザウェイバックマシン、名報、2009年4月16日。ありがとうございます。